マンマムーの絵本。マンマムーが窓の外から子供を見ています。足には靴下が生えています。靴下はマンマムーの足の毛です。マンマムーは心がきれいでないと見ることができません。マンマムーは夜に寝ているこの足に靴下を履かせます。靴下一足千円です。お金を請求されます。マンマムーは夜の十二時に。 富士山頂から一日一匹出てきます。